札幌中心部から少し離れた一味違うこだわりの店、それがラーメンひまわりです。その味はミシュランガイドにも掲載されたほど。醤油、塩、味噌と揃っており、他の店に比べてお求めやすい価格帯です。この価格ながらもラーメンは手抜きなし。豚骨、丸鶏、計測を8時間煮込んだチンタンスープ、煮干し、日高昆布、サバ、鰹節で仕上げた魚介スープ、2つのスープを合わせたダブルスープ仕立てです。こちらは味噌の風味が強い赤味噌ラーメンです。濃厚な味噌の味わいが印象的。黄色い中太縮れ麺のプリプリした食感とスープとの絡み具合がバッチグー。柔らかく煮込まれたチャーシューのクオリティがお値段以上です。こちらは白味噌ラーメン。すっきりまろやかな口当たりです。麺は赤味噌と同じく中太縮れ麺、ほんのり甘いスープがしっかり絡んでスーッと食べられちゃいます。人気セットの醤油ラーメンカレーセット、ひき肉ベースのミニカレーで甘口な口当たり、深皿に盛られていて十分な量があります。トッピングにチャーシューが2枚、メンマ、ネギ、麩、海苔、ゆで卵とかなり豪華。醤油ラーメンのスープは背脂が少し乗った札幌風。醤油の味をだしや赤ワインなどの隠し味やニンニクのアクセントが引き立てています。麺は同じく中太縮れ麺、味がしっかり絡んでいますね。ラーメンひまわりのご主人は元洋食のシェフだったそうです。その技術を生かしたこだわりのラーメン作りが高い評価につながっているのでしょう。うまい。うまいです。1杯700円から800円の価格帯なのに味は最高で量もあります。映っているのはミニチャーハンですが、カレーと同じく深皿に盛られていて結構な食べ応えです。パラパラとしたチャーハンはラーメンとの相性抜群。うまいです。ラーメンひまわりさん、ごちそうさまでした。本日は札幌の超有名店、常に行列が絶えない超人気店、エビそば一元ご紹介いたします。
店に入ってまず目に入るのがサイン色紙。待合場所をはじめとして店内至る所に著名人、有名人のサイン色紙が貼られています。待合中にオーダーが取られます。メニューを渡されますので、その際にお選びください。餃子めっちゃ美味しそうです。ラーメンはバリエーションで選べます。お値段はどれを選んで組み合わせても950円の均一価格です。順番が来たので席に向かいます。カウンター席のみで16席、席は一席一席に紛れが設置されています。お水のポットが一席ごとに置いてあるのが嬉しいですね。こちらはエビの風味を効かせたエビおにぎりです。大きさは分かりやすく伝えるとコンビニのおにぎりの 1.5 倍程度の厚みがある感じです。もう一つは一元餃子。良い感じに焦げ目がついて、見た目からしてこれ絶対美味しいやつだと訴えてきます。ラーメンが来ました。こちらはエビ塩ラーメンです。上に乗っている赤いものは紅生姜にエビの風味を練り込んで揚げたカリッカリの天かすです。スープはそのままを選びました。エビの風味をそのまま生かしたストレートスープです。エビと塩の海の風味のコラボが味覚をくすぐります。麺は細麺を選びました。ストレート麺ですね。甘エビの頭を焼いて粉末状にしたエビ粉から香ばしいエビの香りが漂ってきます。こちらはエビ味噌ラーメン。北海道といえば味噌ラーメン。一元こだわり、北海道味噌を使ったスープが極上の麺に絡みついて最後の一口まで味わえます。スープは味わいを選びました。豚骨スープの割合が増して味わい深く仕上げられています。麺は太麺、太麺もストレート麺です。エビ粉が良い感じに溶けて、エビと味噌の香りが食欲をそそります。ではいただきます。まずはスープから。エビの風味豊かでコク深いスープです。エビの風味がとても強く鼻に抜けるようです。麺は太麺だけあって食感はもちっとしています。なまらうまい。餃子もいただきます。大きさが小ぶりなので一口で丸ごとパクッといけちゃいます。うまい。一滴残さず完食しました。
エビそば一元さん、ごちそうさまでした。餃子もめっちゃ美味しかったです。3つの成分がたった1杯で取れる青汁は青汁畑。食物繊維成分、ヒアルロン酸、グルコサミン、3つの成分がたった1杯で取れる青汁は青汁畑だけ。詳しくはウオースで検索。本日は人気急上昇、札幌市北の通りにあるラーメン店、麺屋高崎に来ています。それでは行ってみましょう。入り口にある食券機でまずは食券を購入します。高崎の店主さんは味噌ラーメンの名店、ラーメン信玄で修行されてたそうですが、看板メニューは煮干し中華の塩と醤油、煮干しスープがメインのお店です。座席は14席、カウンター6席に4人掛けテーブルが2択です。ラーメン信玄さんから送られたと思われる高崎の書が非常に力強い。こちらの瓶詰め、なんとびっくり、高崎さん自慢のスープの出汁の素材です。この乾物たちが美味しいスープの元になっているんですね。看板メニューの煮干し中華塩、見た目がもう美味しいラーメンです。スープは豚骨、鶏ガラと煮干しや昆布などの魚介系のダブルスープ仕立て、ひとすくいで漂ってくる香りがたまりません。麺は細ストレート麺を採用、歯切れが良くてすすり心地も最高です。こちらも看板メニューの煮干し中華醤油、風味が良く煮干しの旨味が抽出されたスープ、味の染みたとろっとろなバラチャーシューも美味しそう。香りの良い醤油だれと低加水の中細ストレート麺の相性は抜群です。こちらの辛味噌ラーメン、店主さんの修行先でもあった信玄さんらしさもある味噌ラーメンです。スープはそれほどこってりしておらず、マイルド豚骨、麺は中太縮れ麺にしてみました。とろっとしたバラチャーシューに辛味噌味が染み込んで美味しそうです。それではいただきます。いらっしゃいませ。
具材にしっかり味が染み込んでいて箸が進みます。割とあっさりしているので女性でもペロリですね。麺屋幸崎さん、ごちそうさまでした。美味しかったです。本日は札幌のラーメン店飛燕に来ています。ミシュランガイド北海道にも掲載された濃厚な鶏白湯スープの人気店です。注文は前払い食券制、券売機で食べたい商品を選びます。店員さんに食券を渡して注文完了。大きな通りや駅から離れた割と不便な立地にありますが、それでも多くの著名人、有名人が訪れる人気店です。お店の作りはこじんまりとしています。席数はカウンター席3カ所で14席ほどでしょうか。他に小上がりに5人卓があります。落ち着いた店内でどことなく洒落た雰囲気。綺麗なお店ですね。注文したのは我流札幌ラーメン飛燕塩ラーメンです。麺は札幌ラーメンの定番中太縮れ麺。白湯と魚介だしを合わせた濃厚なスープに焦がしラード独特の香ばしさが食欲をそそります。ではいただきます。中太縮れ麺はスープがしっかり絡んでいながらコシが強く食べ応え満点。チャーシューも一口で食べられるサイズで味がしっかり染み込んでいました。スープは油分が少なくとても飲みやすいです。濃い旨味がしてなまらうまいです。一滴残さず完食しました。美味しかったです。飛燕さん、ごちそうさまでした。飛燕のつけ麺もおすすめします。今回注文したのは醤油つけ麺。麺の上に乗っているのは魚粉で、スープに混ぜてもよし、麺にかけてもよしです。日の光が当たってキラキラと輝いているようです。太いストレート麺はもっちりとした食べ応え。スープは魚介の風味がやや強めです。飛燕でしか味わえない漬けだれと麺の美味しい組み合わせをぜひお楽しみください。こちらも完食しました。ごちそうさまでした。本日は札幌市の北郷通り沿いにあるラーメン専門店三代目月見軒本店に来ています。まろやかでコクのある清湯スープがベースの
メイラーメン店です。老舗の名店三代目月見軒ですが、内装には老舗っぽさがなく、モダンでおしゃれな作りです。清潔感があるので女性一人でも入りやすいお店です。店内はスペースに余裕があり、席数は全20席、テーブル席14席に、カウンター席6席になります。メニューを見てみます。月見軒特製チンタンスープをベースに、味噌味、塩味、醤油味と取り揃えられています。創業からの伝統の味、月見軒のチャーハンです。具材はチャーシューやネギに卵など、非常にシンプル。焼き加減が絶妙で、漂ってくる香りがすきっ腹を刺激します。まるでチャーハンの見本のようなパラッパラな仕上がり具合、もう我慢できません。いただきます。透明なスープにいったあら塩を加え、味を整えたシンプルな一杯、月見軒の塩ラーメンです。道産の鶏ガラを使用した透明感のあるスープは、素材のうまさが引き立つシンプルで優しい味わいです。札幌ラーメンの老舗だけあって、麺は特注の中太縮れ麺、コシがあり、スープとよく絡むのが特徴です。チャーシューは国産豚の肩ロース肉を使っています。絶妙な仕上がり具合で美味しそうです。他に具材はネギ、メンマ、卵と、シンプルながらも奥深いラインナップです。こちらは月見軒の醤油ラーメンです。特製醤油ダレに昔ながらの材料、調味料などを加え、じっくりと時間をかけて仕上げています。大きな月見軒特製チャーシューが1枚、この特製チャーシューの煮汁が醤油ダレの元だったりします。醤油ラーメンとの相性が抜群ですね。麺は塩と同じく特注の中太縮れ麺、喉越しと口当たりの良さが追求された一品です。それではいただきます。三代目月見軒さん、ごちそうさまでした。今回の動画はいかがだったでしょうか。気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録お願いします。
る。北海道の新鮮魚介なら魚津新鮮海の幸、握りパツパツ魚津のカニ、水揚げ直送魚津の鮭、野菜、これは飲みやすい。人気の青汁畑、業界最大級、野菜豊富な品揃え、魚津で検索。魚津チャンネル。